こんにちは、土の子です。ペーパーマリオ RPG、 前回ですね、ストーリーの方エンディングを迎えました。さあ、それではクリア後の世界やってみましょう。ボス戦の前からスタートなのかな。ほい、どんな感じでスタートするんでしょう。え、まさか、え、戻ってきた感じ。あれ、旦那も物好きでやすね。ゴロツキタンへもう一度来ようだなんて。まあ、こんな可愛いクリボーさんと待ち合わせしてるんなら、それもうなずけやすがね。え、続きなんだ。とにかくくれぐれも用心してくだせ。ではお達者で。え、じゃあラスボスとはもう戦えないってことでいいのかな。へえ。お久しぶりマリオ、あなたとまた会えて嬉しいわ。みんなも準備バッチリよ。あなたが来るって聞いてずっと待ってたんだから。さあ行きましょう。どこへでもあなたの望むところへ。はあ、いやー、まさかの、こんなことってあるんですね。え、今まで集めた情報はプラスの旅の記録で確認できるわ。たまに見ているといいかも。影の女王はもういないって感じ。ちょっとびっくりですよそれは。さあ、そしたら やりたかったこと、そういえばコメントで教えてもらったんだけど、ピカリヒルズに、あるキャラがいるかもしれませんよって言ってたな。あれは宝箱は、ちょっといろいろ知りたいことがたくさんあるんで行きましょう。まずはバッジはある。ハンマーだけよ。待って、ハンマーだけを持ってないね。ハンマーだけよ。手持ちコスなし。あ、ピッキョローンもある。ピッキョローンもちゃんと買っとく。よし。あ、でアイテムを使ってる状態ですねこれね。ゴロツキタウン、光失いしとき、ヒゲの勇者現れん。新しきゴロツキタウン伝説なり。いいですね、ドラクエっぽい。ラクエコーナー、スーパールイージ全5巻大好評発売中、キノキノブラザーズのお店へゴー。緑のヒゲ男爵、これも買っときましょうね。え、あのルイージ RPG が、次回かその次ぐらいにASMR で登場するかもしれませんよ。さあ、預けに切って、ウルトラキノコとか緊急キノコとかあげときましょう。いやあ、元気そうだな。わしも相変わらず元気バリバリに緊急しておるよ。ちなみにこの間拾った宝箱の中身は何だったと思う。なんだろうな、すげえ装飾の宝箱だったからね。実はな、しなびたキノコじゃったよ。はあ、いや、がっかりすることはない。これで1000年前の者たちもキノコを食べていたことが分かったんだ。これぞ考古学上の大いなる発見というものだ。ウルトラキノコだったのかな。でもウルトラキノコは普通にハテナブロックにいっぱい入ってたけど、おかしいですね先生。よし、行ってみよう。そういえばここ入ってなかった気がする。お、来た来た来た。これ入ってなかったわ。なんかドドドッと入っていっちゃったんでね、闇の宮殿に。よーし、月かな、最果ての方か。これはどこに繋がってんですか。あー、最果て村か。でここピカリヒルズだよね。さあ、いるかなピカリヒルズに。あー、レサレサとジーヤー、まさかの。久しぶり。レサレサお嬢様、お尽くしゅうございます。ふう、立派に成長されて私はご先祖様に花が高いですぞ。セバスチャンよ、レサレサの執事らしいわ。執事って何をするのか知りたいけど、レサレサしか見えてないようだから話を聞くのは無理みたいね。レサレサよ、ちょっとマリオ、この女とどういう関係。
冗談よ、このセリフは言ってみたかっただけ。確か前にマリオが一緒に冒険した仲間なのよね。その頃の話今度聞かせてほしいな。久しぶりレサレサ。あら、あなたマリオではありませんこと。お久しぶりですわね。あ、ちょっと待って、昔の曲流れてないこれ。私今日は執事のセバスチャンとはるばる光神殿まで観光に来ましたの。久々に屋敷を出ましたの。これが道行く男どもが振り返る振り返る。おお、いいですね。まあ当然ですわね。マリオも私の美しさに見とれてよろしいですわよ。わあ、久しぶりですね。久しぶり。透明にしてくれるやつだったっけな。あとは月でテックに会えたっぽい。月でテックが生きてるって言ってたよね。ちょっと見に行きたい。そうだ、ウルトラキノコとシロップを合体させとこう。これ後々ね、もっと強力なボスに挑む時に必要になってきそうだから。ウルトラキノコロイヤルゼリーな。これニコイチにしときましょう。ロイヤルキノコ Z、 ここら辺はねたくさん作っときましょう。今日のくじはどうでしょう。263、これ263、残念。あー、キノコいらん。キノコ受け取り拒否したい。さあちょっと近くから月行ってみましょう。どれどれ、行ってみよう。おお、復活しとるやん。久しぶりのテック。ピーチ姫は連れてこなかったのか。会話できたりするのかな。てかみんな復活してたりして、バッテンたちも。やっほー、来たよー。お、話せるのかな。クリスチーヌで X 出る。あ、 X 出ないんだ。マリオ、またあなたに会うことができてとても嬉しいです。実はあなたがここを去った後、施設が悪用されないように私はここを爆破しました。私もこの施設もろともコッパみじんに吹き飛んだのです。しかしある日気がつくと全てが元に戻っていました。そう、全てがです。なぜかは全く分かりません。ただ私が意識を取り戻す寸前、キラキラした光とピーチ姫の声を聞いたような気がします。どういうことだ。コンピュータルームよ。ピーチ姫はここでテックと会ってたのね。月でクレーンゲームができるなんてマリオくらいじゃないかしら。それもこれも全部テックのおかげね。へえ。ピーチ姫はお元気ですか。彼女が幸せであれば私も幸せです。私はここであなたとピーチ姫、そして世界の人々がこれからも幸せであるように祈っています。うー、テック、優しいの。テックは何してるんだろう。でももうメガバッテンたちいないんじゃないの。取り逃してもここでゲットできるんだね。僕取り逃してないのかな。よし、さあじゃあそうだな、社員をまずは見つけに行きますか。あとバッチやっぱコンプしたいから、バッチをなるべく買っていく、なるべく収集していこう。で、星のかけらが結構あったはずだけど、さすがにもうクリア後だから追加されることはないような気がするが、どう？あ、ないんだ。ここがだからゼロのやつをとりあえず買っておきたい。ハッピーハート、ハッピーフラワー、先制されない、ピッキョローン、ここら辺はもう絶対買うべきだよね。ピッキョローン、先制されないも、いやーちょっとわかんないな。バッチは全部ゲットできるようになりたいんだが。よし、あー、よく来ましたね。彼に占いを見つけることを私ミステールの高貴な務め、社員をお願いします。わかりました。それでは華麗に占ってみましょう。さあどこにあるんでしょう。はあ、アンジョネコンダクサハンジョナコマダコマダのさ、ピケピケピッピ、ピケピピピピッピのピー。
トゥントゥルテッ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 、うんちょこちょこちょこピー。どうでしょう、え、消えた、なんだ、消えたぞ。社員があと3枚あるんだよね。何この、何このタロットみたいな。社員が見えます。ゴロツキタウンの地下、この建物を出たところで丸まって左に通り抜けなさい。この建物を出た後に、丸まって左、上下に動く床の奥にあるパイプの横で体を縮めてジャンプするのです。パイプを使って右の屋根に降りて、その隣の屋根に降りて進むと、その先で輝いています。あーん、マジか、え、ここにあった、え、この、え、めちゃめちゃ近くにあった、もしかして。上下に動くってこれだよね、ここここではない。上下に動く床、これだよね、鉄パイプと。あ、これ水が出てるとこって、もしかしてここじゃねえの。おおうっしょー、あったわ。で、合ってるかこれ。あ、あった、これですね。待て待て待て、え、どうやるんだ。あ、大ジャンプな、これでこうね。はい、オッケーはい、オッケー、取れました、社員ゲット。めちゃめちゃ本当に真上にあったやん、ここびっくり、びっくらポンだわこれ。社員お願いします。はい、はあ、アンジョネコンダクサ、アンジョネコンダクサ、もうスキップしますね。社員が見えます。ゴロツキタウンのまたゴロツキタウンかよ。え、ゴロツキタウンの西エリア一番右の家の2階の右側の小さな穴に丸まって入る。裏側、裏庭の奥で輝いてる。オッケー、わかった全部ゴロツキタウンにあったわ。なんかすごい大冒険するつもりでいたのに、まさかの、西エリアってことはこっちから出た方がいいんだよな、多分。丸まって入るやつが取れてないんだな、全然。ここだよね、これだよね、一番右西エリア。ま、あ、ほんとだ、入れるとこあった。よいしょ、はあこれはこれはやりました、社員ゲット。なんか、え、すごいとこから出てきたんだけどイエイ、社員が見えます。薄暗い森の中、薄暗の森、大きな岩を越えた先にある木の陰で輝いています。薄暗の森で大きな岩を越えた先にある木の陰で輝いてる。なるほど、薄暗の森か。オッケー、よし、薄暗村でチチュリーナを連れて行きましょう。大きな岩を越えた先にある木の裏。オッケー、結構じっくり見てるつもりだったけど残ってんだね。でもこれが多分最後の社員だよね。うわー、パンジーさんか、マジか。あ、そういやパンジーさんって強いんじゃなかったっけ、めちゃくちゃ。ちょっと待て待て、パンジーさんにまだ勝てないよな多分。きらめきパンジーさん、どこだ、どこまで行けばいいんだこれ。あ、これじゃない、岩を越えた先にある。うわ、ここら辺倒して、ん、あ、確かにある、これ見えた、チチュリーナじゃなくても見えたよ。絶対ここあったでしょ、え、嘘、見える見える見える、あ、やった、あ、シャイン、最後のシャインゲットできましたいや見えなかったわこれ、ちょっといやらしいですね。これで、多分全てのシャインゲットできました。よく考えたら星のかけらとかもさ、星のかけらで鳴るやつってこれじゃねえのかな。あ、これかこれだけかよなんだ、こんなとこにあったんだ
お、ここの近くにありそう。これどこだろう。あ、あった星のかけらありましたわ。よかった。よし、オッケー。何もないに変化したから、まあオッケーでしょう。さあそれじゃあのこ太郎強化しましょう。じゃじゃーん、ディアールでアール。もうディアールも最後じゃない。のこ太郎ごめんな。のこ太郎、これで全員最強になりました。で、R 最後なんで見ましょうか。キラキラキラ、あーやっと僕輝くよ、輝いてるよ。他にもまだパワーアップもうないね。もう完璧になりました。やりました。また来るのである。ちょっと、バッチ売り屋さんのとこで、まあ、持ってないバッチをまずは全部買いましょうか。バッチコンポを目指して動いていきましょう。結構お金なかった気がするよ。あー、びっくりした。今僕はここでこれまでの冒険の思い出に浸ってたんだよ。その時の僕の話を聞きたいかい？おお、来ましたね。すげえ。どっちからどうやって見るのが一番あれなのかな。全部一気に見るぞ。次回見ますか。じゃあ、あのスーパールイージから全部見るぞ。で、バッチピンチで守るもないんでね。あ、ナイスで防御ピンもないんか。アイス殴りはある。ファイヤー殴りはある。うわあ、ガツンジャンプ。うわ、結構金やっぱ足んねえな。こう見ると、ピンチで頑張る。たまにラッキーピー。はあ。簡単になる。まあ、ちょっと買いますか。ピンチで守るもない。よしで、ナイスで防御 P もない。なるべくガツンジャンプ、まあないのをちょっと買っていこう。あとはピンチで頑張るがない。たまにラッキーハッピーフラワー。うわ、もうお金ないな。フラワー吸い取る、簡単になる。簡単になるはちょっと買っときましょう。マジか、お金なくなっちゃったな。バッチの種類が見れるみたいなないのかな。旅の記録、なんこれ、アートワークって。ほー、え、なんでステージ6とかないのこれ。あ、星のかけらを手に入れると解放される。なるほど。あ、星のかけらがないとこが分かるんだ。これここら辺あるってことだね。スペシャルとは。ほー、すごい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 。うわ、いいなこれ。これもちょっと後で見たいね、じっくり。お料理リスト。うわ。お料理リストもこれ、コンプした方がいいのかな？あ、バッチリストあった。バッチリストが今？はいはいはい。あ、今まだ、え？まだこんなんないの？思いのほかね。あ、でもピッキョローンとかは集まってるな。マジっすか。待て。物知りリストは？うわ、え、20もない。へえ、待て待て。あ、
なんかハテナがある。バリアンダブルも、ま、やってないんか僕。バリアン X？ はあ、ここら辺も。なるほどです。これもちょっと1回100回ダンジョンとか挑戦した後にするか。お金が重いのかないぞ。どうしよう、なんかお金増やせる何かないかな。売れるもんがあんまりないっていう。ローヤルキノコ Z がまあ150円で売れるけど、ウルトラキノコありすぎな。ローヤルゼリーがないからちょっとあれだけど、まあ、ここら辺。あ、でもさ、お料理も極めようと思ったら結構あれが必要だね。あのお金が、お金問題結構重要だぞ。思いのほかあんまり集まってない。どうしよう。で、新しいお悩みがどんぐらい来てますかね。お悩みやろうかルイージやろうかちょっと迷うな。え、めちゃくちゃいる。めちゃくちゃ増えてる。ルイージさんに会いたい。わあ、ちょっと面白そう。ちょっとじゃあ次回どうしようかな。何と並行してやった方がいいかな。やっぱステージの星のかけらとかも、ゲットしたいから、星のかけらゲットしつつお悩み相談やって、お金も集めてバッチもコンプする。で、お料理もじゃんじゃん作っていく。これでいきましょう。よし、ちょっとずつちょっとずつやっていきますよ。はい、ということで今回はね、ここら辺で終わっておきましょう。一応ですね、クリア後の新しい要素は一応見たかな。まあ他にも何かあったらぜひ教えてください。次回はお悩みセンターかルイージ。ルイージはね、喉の調子が良くないと、あれ多分3、40分ずっと喋り続けることになるから。はい、ということで、それではツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。